今日はなんと永瀬さんと私の誕生日お祝いで、ここです。チーズケーキファクトリーに来ました。イエーイ。めっちゃ来ないけどね、あの動きすぎてね、全然ねフォーカス合わないっていう。はい、めったに来ないですけど、今日はお誕生日ということでチーズケーキファクトリーに来ました。いつもあのなんか料理食べてお腹いっぱいになっちゃってケーキまで気づかないので、今日こそケーキを食べます。はい、私は YouTube 上の著作権に引っかかるかもしれないので急遽ナレーションにて早口で申し上げますと、私はマグロのたたき、長さんはベーコンチーズバーガーをオーダーしました。まだドリンク来ないんですコーヒー頼んだね。怒らないで。チーズケーキファクトリーといえばこのファンですね。なんかびっくり、こんな風にコーヒーが来た。ジョッキで来るの居酒屋にしか飲めないんで。ジョッキで来るお水。あのもうね、もう食欲爆発全開のね、うん、バター超つけてね、ザ・アメリカンですよ。アメリカが長くなる。全部使いなさいって意味じゃないから。ドッカン、ボリュームドッカン、比較ができないドッカン、バッカン。急になんでこっち来たの？すごい量なんです。こんな大きいの。あ、ポテトもちょうだい。はい、OK。 最後に野菜がついてくる。これはナイフであれしないと食べれない。そう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 、あの噛みつくことは無理。作ってるセルフピクルスがめっちゃ多い。はい、もうすぐ完成。わどうすると言ったらこれをいただきました。ちっちゃいちっちゃいサンデーです。あ、冷たい。いただきます。うんうん、じゃあ置いといて。どうぞどうぞ。全然フォーカスは、ね、近すぎて。どう？うん。おいしい。あ、でもね。ちょっと待ってね。コスパが好きです。ファッションアイランドっていう場所なんです。こんな感じ。まあ日本も、うん、日本もこういうとこあるけど、いいね。気候がいい。最高だね。最高の誕生日だね。このウサギたち何をしたいんでしょうか。
長さん。うさぎが、うさぎが。全然フォーカス合わないですよ、もう。マニュアルにしよう。あ、できた、できた。サーティップバイミニラビット。そしてあなたがもう顔が真っ黒。あれ？ここさ、なんか変なケージみたいなのから受ける。てか、その下、川だぜ。川っていうか、水。そう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 、だからドボンするよ、ここ。そのまま降りてったら。今日は素晴らしい誕生日です。海の近くです。ピュー、いやー眩しい、めっちゃ眩しい。全然